はい、こんにちは、ジャンボです。今回は、初めの一歩ハイキングソウル動画撮ろうと思いますということでね、昨日っていうかまあ、今日なんだけど、日付的にはね、まあ、リカルド・マルチネスのチャンピオン剣玉来まして、引きたいけどちょっとね剣石ないんだよなっていう話をしてたわけですよ。そしたらね、なんか夕方見たらね、なぜかというかまあ無料でね、チャンピオン剣玉の入ってる剣闘ガチャの方ね、ゴールドとプラチナ、1回ずつね無料で引かせてくれるような形になっていました。ってことでね、まあ早速引いていこうかなと思います。まあとりあえず星6入ってない方から先引きましょうか。はい、まあこっちは、空振りですね。まあこっちはね外しても本命でね当たれば嬉しいっていう感じなので、まあこれね2つ空振り、まあいいでしょう。はい、じゃあゴールドから引かせてもらおうかな。いやね、新キャラ出るたびにね1回無料で引かせてくれるとほんとね動画にはしやすくてすごいありがたいから、今後もねこういうのはやってほしいですね。ってことで、まあ月替わりとかね、まあ月の後半でもね、なんかサポートチャンピオン剣玉とか来るときにね、こっちのガチャもね1回ぐらい、無料で引かせてくれるとありがたいかな今後もって、思ってます。ということで、いきましょう。まずはゴールドからいきます。さあどうだ、来るか。とりあえず何かはあるね、何かはあるが、どうでしょう。さあチャンス3回、1発目はなし、2発、あ、ちょっと待って、逃げチャンピオン剣玉だけど、ちょっとそこが来るか、サポートがね持ってるやつってなるとちょっと微妙なんだよね。まあでも出ないよりはいいでしょう。これは今購入しないでしょ。で、ゴールドがね激アツチャンピオンモードになりましたね。まあしかし、プラチナいきましょう。プラチナとゴールドのね、あの激アツモードは別に独立というか別々みたいですね。はい、ということで、プラチナムガチャいきましょう。さあ今度こそちょっとリカルド来い。さあどうだ、チャンスは3回来い。違った、ダブル猫田さんと一歩か。なるほどね。おっと、あ、相応のボクサーウェア、これ新しい装備ですね。あ、そっか、星6の装備出たんだっけ。で、激アツチャンピオンモードですね。今から60分限定で、出やすくなるよというモードなんですが、残念ながらね石がないという感じですね。まあゴールドの方ならね引けなくもないんだけど、激アツモードゴールドだとどんな感じなんだ。 0.7% か、 0.7% ですか。いやーでもちょっとこれ引いてるとね、ちょっとたまんないんだよね剣石が。まあでもちょっと1回だけ試しにこの激アツチャンピオンモードでゴールド引いてみますか。いけ、さあどうだ、あ、押しちゃったさあ2回チャンスあるが、猫田さんだね、猫田さんよく来るね今日。そしてあーっとダメか、そっちのリカルドじゃないんだよね。はい、という感じでね、結局ね無料分プラス、激アツモードでの、ゴールドガチャ引いてみましたが、まあ一応星6ミゲルゼールは出たかぐらいですね。ただね勝者の証いっぱいゲットできたので、剣玉連携のレベルが、1つ上げられますね。はい、64。そしてそうね、ミゲルちょっとねサポートばっかりかぶってるんだよねチャンピオン剣玉。ミゲル、坂口、おやすさん、ミゲル、坂口、おやすさんがちょっと1個ずつかぶってるんですが、そして進化の像も1500超えたのか今回ので。
え、誰なら、誰重ねるのが一番いいんだ。わかんないんだけど。例えば、ミゲル被せた時って何が変わる？ステータスだけじゃないか。マイターン味方ランダム3体デバフ回復的確率ランダム2体攻撃現象大、主人公と味方ランダム2体攻撃上昇小と素早さ上昇小、これ進化前だと2体で小だよね。いや、ステータスが上昇するだけかな。一応ね、攻撃力とか素早さが上がるとね、回復量とか行動順は変わるのは分かってるんだけど、サポートスキル的にはね、プラス1になってもあんまり変わんない感じですかね。これはおやすさんはどうなんだろう。最初の状態が、2人復活味方全体特大と、気力回復大。あ、俺の誇りだが上がりそうな気はするけど、伊達さんいないからしょうがないんだよな、これ上がっても。一応、進化後見てみますか。2体回復全体特大の台。そこは変わんないね。あれ、これも変わんないんだ。じゃあ、単純に攻撃力素早さ上がって回復量が変わるぐらいか。ミスター坂口とかは、ランダム2体で防御中ダウン、素早さ中ダウンで確率恐怖3体に、無属性耐性中で状態異常回復か。これがちょっと待って、くっつけたら、まあこれもステータス上がるだけかな。技の効果変化しなそうですね、こいつらは。はい、というわけで、なんかね、選手じゃないところばっかり2枚目を引いてるっていうこの状態。いやー、ちょっとリカルド欲しかったな。で、猫田さんがいっぱい被ってたので、ちょっと猫田さんだけくっつけて終わろうかなと思います。ということで、猫田さんがトリプル来てますね。 OK、 じゃあくっつけちゃいましょう。はい、プラ6まで来ましたね。そして、こっちの1本も出てたからくっつけちゃいましょう。これもプラ5、こっちはプラ5ですね。プラ5まで行ったことで絆が、何か解放されるんじゃねえかなと思うんですが、どうでしょう。あ、あった。刹那の灯火でいいのかな。猫田さんの、猫田、現役猫田現役カモ川と軍曹の、プラスが5になったので発動しましたって感じだね。なるほど。一歩の新しい一歩絡みは何かあるのかな。あ、これか。宮田が3だからまだ発動できないとか、そんな感じっぽいですね。あ、これはあれか、あの古い会長のプラス上げ直せば意志を継ぐものは発動できそうかな。これは何だろう。カミソリネコタは、全部5だと発動しないのか。15以上、それハードル高いな。15以上だと進化の像が結構必要ですね。ワンポとかもね、上げようと思えば上げれないこともないんだけど。なるほどね。そうか。あとは、あ、この出会いとかはやろうと思えば上げられそうな気がしますね。それとハロウィン2021とかは、あのプロテインあればね、プロテイン込みなら上げれるけど、プロテインもねちょっと貯めときたい感じもするから、ちょっとやめとこうかなって感じか。ちなみに、あ、鴨川会長がいればなのか、なんかおやすさんとミゲルと坂口で何かないかなと思ったら、会長がいないとダメなんだね。なるほどね。そうかそうか。
まあこんなところかな。うん、そうね。番狂わせは、宮田くんをねちょっと上げないといけない感じですね。あ、待っている。宮田はね育てるとちょっと絆はねもうちょっとステータス底上げできそうですね。あ、ここも宮田絡みじゃん。そうか、宮田引きたいな。あー、でリカルド引ければここも解放できるのか。なるほどね。あ、断固たる決意。伊達さんとリカルド引けるとねこことかも解放できるようになるみたいですね。はい、というわけで、まあ、今回はねリカルド来てから、初めてのね、あの無料で1回ずつプラチナムガチャとゴールドガチャね引かせてくれたので、引いてみましたという動画でした。まあ、ゴールドの方をね結局石使ってね追加で引いちゃったんですがまあこんなことしてるからねなかなか石がたまんないんだよっていう話もあるんだけどね。まあ月に1回2回、この辺のね星6入ってるガチャも、無料で引かせてくれると嬉しいかなと思います。っていう感じでね、まあ、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。